皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ、第790回、よろしくお願いします。はい、今回は、名古屋グランパス、徳本周平選手、FC 東京より期限付き遺跡加入決定ということで、本日、グランパス公式から発表がありました。FC 東京より徳本周平選手が期限付き遺跡で加入することが決定いたしましたので、お知らせいたしますと。 ということですね。期限付き移籍期間は2025年1月31日までですと。なお、徳本選手は2024シーズン公式戦にて FC 東京との対戦には出場できませんということですね。はい。で、徳本周平選手ですね。1995年生まれ28歳。身長170センチ、体重73キロ。左利きのディフェンダーということですね。 まあ、沖縄出身ということもあってか、キャリアは FC 琉球からスタートをしているということで、そこからファジアーノ岡山に移籍し、2023年から FC 東京に所属をしているということですね。まあ、FC 東京では主に左サイドバックということで出場していたのかなと。で、直近のリーグ戦ですね、8月11日の川崎戦ではスタメンフル出場をしていたと。 ということですね。で、この試合も含めですが、リーグ戦直近5試合では4試合にスタメンフル出場していて、まあ主力として活躍しているようには見えるということですね。まあただ本人が、まあ SC 東京宛てのコメントで残しているように、1年8ヶ月、なかなか試合に絡めず、悔しく苦しかったというようなコメントを出しております。まあなのでシーズンを通じて、 継続的にね、出場機会を得られていたかというと、そうではなかったのかなという感じですね。で、FC 東京のサイドバックといえば、長友選手であったり、バングーナガンデ選手、中村選手、白井選手といったね、本当にかなり充実しているところなので、まあ、こういった選手と競いながら、なかなか絶対的な存在というところにはなっていなかったのかなというふうには思います。まあ、そういうこともあって、 今回のになかなかね、この夏の移籍期間、シーズン中ですから、同一カテゴリーから主力選手を獲得するというのはやはり簡単ではないというところですね。まあ、そうなってくると、狙い目は準主力級と言いますかね、ベンチとスタメンの当落線上の選手みたいなところが狙い目なのかなというところですね。まあ、やははりそういい、った選手、能力は高い けれども出られていない、出場機会に飢えているみたいなところがあるかと思いますので、まあ、場合によってはね、本人の能力ということではなくて、チーム状況によって試合に出られていないということもあろうかと思いますし、まあ、能力は十分あるのにね、出場機会限られている、かつ補強ポイントに一致するという選手を見つけて、オファーをかける、口説き落とすというところが、やはり、あの、フロントにとっては、能力、試されるところなのかなと思います。 で、徳本選手は左利きのね、サイドプレイヤー、守備的なプレイヤーということで、グランパスで言うと左のウィングバック期待されての獲得なのかなと思います。で、このポジション、まあ、やっぱり小野選手がね、大きな怪我をしてしまったことであったり、あとは山中選手も怪我明けということを考えると、間違いなく補強ポイントだったのかなと思います。で、まあ、左右は異なるんですが、ウィングバックでというと、久保選手をね、 レンタルで出すということ、そういった選択をチームをしたのは、こ,ういこの徳本選手獲得にめどが立ったからということもあったのかもしれないですね。で、まあ、繰り返しにはなりますけれどもね、11日の試合に出場していたような J1 主力級の選手をこの時期にね、あの、かつ補強ポイントにぴったり合うような選手を獲得できたというのは本当に素晴らしいなというふうに思います。徳本選手、ようこそグランパスへ。 いいいにに、ね、活躍ししてほしいなという,ふうに思いますで、まあ、徳本選手は、まあ、左のウィングバックでのプレーを期待されての獲得ということだと思いますので、 ちょっと、ウィングバックの編成について見ていきましょうという感じですね。で、ここは、久保選手移籍のサインも触れたんですが、現状、右は中山選手と野上選手、左は泉選手と山中選手というところで回しているのかなと。で、まあ、内田選手も左右どちらでもプレイ可能ではあるよということですかね。で、徳本選手、当然左利きの選手なので、左ウィングバックでのプレーを期待されていると。 いうことかなと。で、まあ、泉選手がね、ここで、あの、高いレベルでプレーをしてくれているんですが、泉選手がね、左のウィングバックでプレーしているのは、チーム事情ということも大きいのかなと思いますので、徳本選手が左のウィングバックでいいプレーしてくれるのであれば、泉選手を右に回したり、場合によってはね、中盤で使ったりということもできるようになるかと思いますので、選手起用の幅も広がってくるのかなと思います。 で、今回、期限付きでの獲得、期限付き移籍での獲得ということになっているので、まあ、年俸のね、残り試合分の負担分は出るかとは思いますけれども、移、ま、籍、あ、金がかかっていないということは経済的かなというふうには思います。で、まあ、とはいえね、期限付き移籍期間決まってはいるので、契約通りになれば今期終了とともに FC 東京に戻るという予定になっていると。で、まあ、今回ね、期限付き移籍での 獲得ということになったのは、まあ、グランパス側の事情としては、小野選手のね、怪我の回復具合を見極めたいということもあるのかなというふうには思います。やはり小野選手かなり大きな怪我をしてしまっているので、どのくらいで復帰できるのかなというところを正確に見通すというのは正直難しいのかなと思います。怪我のね、あの、回復具合であったり、リハビリの回復具合っていうのは個人差あると思いますので、 まあそのあたり、小野選手のね、怪我の回復具合によっては、徳本選手に対して、来季以降もオファーを出すということは十分あるのかなというふうに思います。まあ、その時にね、やはり半年でもグランパスでプレーをして、グランパスに馴染んでいるというのは、グランパスにとってアドバンテージなのかなというふうには思います。で、徳本選手、期待されるプレーとして、私としてはまず、サイドの守備なのかなというふうには思っております。 当然ね、クロスだったりパスなどの攻撃面での期待もかかるとは思うんですが、まあやはりグランパスが安定した成績を残していくためには、守備の安定というのはすごく大切なのかなと、特にここ最近思っていますということなので、まあ強度の高い守備、しっかりとやれるぞというところをね、見せてくれれば出場機会もね、おのずと増えてくるのかなというふうには思います。で、その上でね、 左足からのクロスっていうところにも期待したいなというところですね。で、グランパスパトリック選手であったり、山岸選手であったり、ユンカ選手であったりというところ、中央でね、得点決められる選手は揃っているので、そういった選手のね、得点能力を生きる、引き出すような活躍に期待したいなというふうに思います。やはり徳本選手かかる期待は大きいなというふうに思います。 はい。そんなところで佐藤のラジオ第790回。今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。